ルーティングから始めるんですかね。これわからないですね。ちょっと、まあ、さあ一体目どっちからなんですか。わかんないですね。器なものが確実に出るには一体目出すには3枚捨てる必要があるので燃え立つ調査なのですが、上振れそうですけどね、調査の方が。うん、まあ、もなさにどっちか打つかというところもちょっと注目ということで。注目ですね。はい、わかんない。これはもうどうなんでしょう、ね。使い込んだ育兵選手の回してる人にはもうすぐわかるんでしょう、ね。わかんですかね。うん、まあ、戦術で上に置いたかどうかも結構大事になってくるんですかね。そうですね、確かに。さあ一旦目ですが、物あっさりなのかな。でもちょっと考えてますね、やっぱり物あっさり打ちそうな感じですかね、この、あ、まあ、並べ手前側に置いてますからね。あ、でも迷ってますね、やっぱり上に置いた上で迷うということは、実は燃え立つ調査の方が一般的なんですかね。あ、どっちだ、まだ、あ、いや、行きました、調査ですね。やはり育弘さんはギャンブラーだ。ギャンブラーです、ね、ギャンブラーだから必要なものだったからかもしれないですね。トップがそれの可能性ありますね。うつろなもの出しちゃえばもう止まんないんで、泡からと多分クリックマンマして入ってないんで。さあそのアブレード、アブレードとアブリ焼き、サクハクとアブリ焼きの2種類しかないと。2枚じゃ引けないでしょうね、なかなか出ちゃったら。さあしかも青いデッキに対してこの燃え立つ調査は地味に強い。これで壊滅しちゃう可能性ありますからね、手札が。ヒムと言われていましたからね。あの前の挑戦者の方が、はい、モダンのヒム大池さん、ね、大池さんをまた雑に。さあ3枚と。座席3枚。さあ落ちたのは、通りの悪霊ゴム知識土地とブリーチ証拠山。ブリーチ証拠山、なかなかよくわからんですね。ただブリーチが落ちたというのはちょっと厳しいんですかね、中尾さんとしては。ゆきひろさんクリーチャーまだ引けてないです、ね、まだないですかね。ちょっとこれ攻め手が出なくてもじもじしてる間にカウンター構えられながらブリーチってなっちゃう、間に合ってしまう可能性があると。さあこれはグルランですか、島から。まあワン、ゆきひろさんもワンマリで苦渋のキープなんでしょうね、はいはい、苦渋のキープだったんでしょ。右の人めっちゃ金持ってそうと。グルランド。なるほど。グルランドからビジョンと、ね、しかも結構光ってるビジョンですからね。なんか意外といい勝負になるかも。お、まあ、現状で言うと、まあ、1ターン目にクイチャーが出せなかったのはちょっとゆくゆさんが今一歩後退したと、うん、ちょっと今後出せるかどうかも怪しいんで、はい、これただルーティング物あさりが2枚というのであるので、あ、まあそうですね、物あさりから入ってかな。そして番号もかなり効くんじゃないでしょうか。一応今1枚すでに先の突破が落ちているんで。そうですね、物あさってフォロワン来てくれ、来ない、来ないですね。クリーチャーが来ないですね。追加の番号ですね。ちょっとこれだとさっきと同じで、はい、クリーチャーがなかなか出せない、はい、クロックがすでにあれば番号は最もいいカードなんですけ ど、この前段階だと欲しいカードではないですね、はい、さあ1ランドから山とはいえかなり受けは広いですかね、ゆくゆくさんとしては、うん、まあ、もう1回でしょうね。グルマグのアンコウでもそうです、ね、かなり強いし、グルマグのアンコウもでも次から2マナ構えられちゃうんですよね。はい、差し戻しと、差し戻しありえるかも。なるほど、できればこのターンに出したかったけど、はい、出せなかったって感じでしょうね、うん、さあ2枚目ですかね。もう一発ここでひくりちゃ引けないと結構厳しい。引けないですね、ランドランドですね。これはちょっと青でも青赤側の手札もわからないんで、どうですかね、手札は結構またなんか長い勝負になるかも。フォロワー流行ってますね、まあ、特にそのフォロワーを流行らせたと言ったら過言じゃないですかね、ゆくひろさんは。ブームの仕掛け人、ブームの仕掛け人ですからね。ゆきひろさん、さあショックイン。中尾さんはトップデッキトップに積んでいたのが蒸気口に見えましたが、あ、やっぱ土地2枚落とされて土地が結構痛かったんですかね、かもしれないですね、はい、これはさあ、ヒムが威力を発揮した。そうですね、2体目パスと、まあ、これは差し戻しを持ってるでしょうと。カウンター構えて、ゆきひろさん番号からかな、集団的番号2枚と燃え出す調査という手札ですが、そうです、ね、明らかにカウンター構えてるんで、あ、番号持たない、エンドしましたね、オプト選択。ここって打たない理由って細川さん的にはなんか何ですかね、僕は分からないんですけど、まあ、通したいスペルがまだないのと、あとはその裂け目の突破が5マナっていうことに着目して4ターン目に打ちたいとか、そういうあたりですかね、あの勝負ターンの直前にハンデする、はい、まあ、捨てたいカードもなさそうに見えてるんですかね。そうですね、有利相性とかあってもやっぱりちょっとしたことで変わってしまうのが、ゆきひろさん側の引きがちょっとあれですね、まあ、先ほどの準々決勝といい、ちょっとあまりマジック・ザ・ギャザリング2ができてない、2ができてないと、2ができてないいうところですかね。じゃ2で自分がちょっとむしろ被害を受けてしまったと、受けてるかも。さあ2枚目の決戦の原始で積み替えますと、積み替えでまたカウンター構えました、はい、あー、また土地だ。
これで蛮行調査かな。たどうですかね。わかんないね。思い出し調査もしかしたら行くんでしょうかね。そろそろ。そろそろ行かないとタイムリミットが、はい、狭まってきましたから。蛮行行きましたね。でこれでモードは手札高いと。で調査でしょうね。次。はい。頼みの。さあこのここで差し戻し落としてフォロワー引けたら出しますよって。ロジックノット。ロジックノットで打ち消しと。だからこれで。燃えたつ調査してフォロワン引いたら出せるんでもう一回打つんじゃないですかね、はいはいはい、これはこれ打ってフォロワン来てくれーっつってしかもフォロワン来た上で1枚に残ってくれと1枚残らないというところですかね厳しい、まあ、同時にこれは裂け目の突破がもし落ちたら行幸というところなんですかね行幸ですかねでもこれ次ジェイス出るんですよね、はい、ここで黒くださないと次ジェイス出ますねあ手札にあるかどうか分かんないですけどちょっと青赤側の中尾さん側の手札がなかなか見えなくて、はい、あフォロワンが落ちてしまいました普通のものが、そして手札にはフェッチランドと。これは。これもまたマジックですね、これ。これはマジック。ちょっとゆきひろさんが、マジックザギャザリング2で負けてますね。はい。さあ、一方の中尾さんは今、エムラクールが落ちたんですかね。ライバルが修復されましたね。コンボパーツが落ちた。まあ、そうですね。でもここでジェイスが出れば、いきなり、ジェイス。ジェイス最強の場面が見られるかも。なるほど。実はジェイス、あまり活躍していないんですよね、最近のモダンでは。まだ活躍してないらしいですからね、はい、ですがここでもしかしたら出るかな出てほしいなちょっと個人的にはジェイスが強いところ手札にありそうあこれはありますねこのあこの4マナはここで切ったここで切ったことはこの4マナはありますね出るんじゃないですかね落ちるんかいとそうなんですよねいやもう落ちてしまうのはちょっとここで切るってことはジェイスが見られるそしてグルランですよまた何から入るかな稲妻入ってるんでプラスからですかねああゆくえさん的にプラスでゆきひろさんのトップにいてもうこれ MTG3 と、まあ、ジェイスは MTG3 の可能性ありますからね来ましたねMTG3 が来ました MTG3 一人ランタンさあ一人ランタンが始まりましたねこれでゆきひろさんのトップでしょうね稲妻あるから、はい、さあおそのままにされてしまったそのままとそのままにされてしまったヘッチランドとそしてここは物浅いで2枚引いてあ、あんこ引きましたねあんこ引きましたねでかいこれはでかいですね、うん、あんこを出してさあ、アンコウは引きましたが。あ、稲妻があるからどうなの迷ってるんですかね。まあ、ここで土地を捨てて、土地を残してしまうと、アンコウを優先すると。アンコウしかないでしょうね、これは。あれさあ、アンコウ出さない。まあ、セットランドした上で、だと思いますね。あさあ、ここは、プラスで、そのままと。そのまま。そのままされた時の絶望感。凄まじいですねさあここはルーティングをもう1回仕分けモンスターフラッシュバック2回目とこれもアンコ相手には何も通らないし、ね、アンコはさすがにバウンスとあそっかアンコがアンコ出したらもうマイナスでバウンスされてしまうからアンコでもダメなんですねジェイス相手には今一応ジェイス相手に一番いいというかあの達人を引きましたね達人でも達人もなタフ2ですからねはい戻されちゃうそう戻されちゃうんですよ、ね、から出さなかったんだジェイスとんでもないですねジェイスとんでもないですね何ですかねこれ出してもバウンスまあそうですね出してもバウンスだプラスされるはいいかなと思ったんですけどねまあ最悪中性値減らすみたいな一生プラスされ続けることになってしまうんでボツがここ出さない結構あるけどまあ出さないですがねまあ甘んじて毎ターンのプラスを受け続けるしかないとさあプレイヤーに稲妻怖いな。もうなんかこういうコントロール系のデッキが、うんうん、パーミッション系のデッキはもう強気できてるってことはもう手札に春章の魔導士プランですかねいろいろありそうですね強いカードがもうコンボ諦めて火力で詰めるみたいな、はい、サラチン・ジェイソン絶望感半端ないっすねこれでまたプラスなのかなプラスプラスとあるいは今度は渦巻く知識モードを使用してもそうですかね火力を引きに行くという意味で返しも厳しいですね。はい。でもユキロさん側からしたらやっぱり相性は有利だと思うんで、はい、そのサイド後で2本、うんうん、まず先手は絶対取る、うん、で後手をどうやって取るかって感じですかね、うん、もうそれを考えてるかなっていうサイド後どうしようかなと、はい、さあジェイソン中性値も上がるしライフも削っていくと厳しいもう手札には初手に欲しかったカードがどんどん駆けつけてきてますねもう引けなかった分が今押し寄せてきてますね押し寄せてさあここは、アンコウと、達人ですねここでアンコウを出す並べるとアンコウは打ち消されてしまうかもしれないですね手札はかなり盤石な感じしますね
さあ、あんこは通した。はい。また春章とかあるんですか。まあ、ゼロ起動しなかったということは手札濃厚ですからね。うん、強いと思うんですよね。うん、なかなかちょっと見えない、光的に見えにくいですね。はい、手札が。さあここはあ、また稲妻ですね。あの稲妻はしかもかなり高い稲妻ですね。また本体稲妻春章。これはこれは。そしてさらにジェイスが今度は第2の能力を今使おうとしてますね。ずっと検閲したんですが今度はバウンスモードということで。バウンスモードで。でこれを炙り焼きで除去して見事に春章回しで殴り切るということで、これが春章稲妻、はい、1本目はコンボを使わずにジェイスと春章回しで勝利という、そうですね、まあ今までの若尾ブリッジにはなかった勝ち方の一つと。さあ、さんの想定ははどうですか。ゴブリン、あ、いいさそうですね。結構フォロワーはないとはいえ、ね、お、もうこれは燃えたす調査が燃えたす調査、燃えたす調査が世界で一番似合う男と言っても過言ではないですね今ゆくる選手は。さっきはちょっと見放されてしまいました。はい、あとはちょっと今回はもう頼むぞと。さあお互いにシャッフルが応酬がどうなるかな。これさあ何が起きるかですね恋人対決、恋人対決という、はい、リリアン対ジェイスはその恋人対決ですからね。そして向かい合うとジェイスがまあすごいんですよね。ジェイスもすごいですね。ただジェイス入れるデッキはリリアナに弱いんでやっぱり、はい、ジェイスとリリアナどっちも使っても結構強いですけどね。うん、どっちも強い、どっちも。さあ注目、うつろなものがあるのか。少なくともゆくひょう選手は初手にはなかったんですが、フェニックス、なんかいい落ち方に見えますね。物あさりが落ちすぎてる気がしますが、ああどうでしょうか。物あさりが、しかも物あさりゴブリンの知識残ってるんでこれ確か、あ、あでもクリーチャーがいない、いないですね。またちょっとこれは下ぶれてる。そして一方中尾さんは あの秘密兵器が墓地に落ちてしまいましたね。向こう見た実験が、向こう見た実験墓地に落ちてしまったし、さらに廃墟の地、これはなんとヒムトゥートラック、ヒムトゥートラックがヒムトゥートラックが決まってしまいましたね。決まりましたね、これは。ゆくひろ選手のヒムトゥートラックが決まってしまった可能性ありますね。なんとか、なんでもいいからクロックを。まさかの。クロックを出したい、ゆくひろ選手。ただクロック今回は、手札には一応控えてますね。そうですね。フェニックスが。フェニックスが。でもフェニックスも土地3枚目が確かなかった気がする。はい。出せるかどうか。なんとこれ、ヒムが決まりましたね。これは。島、山、そして向こうで実験と。サイドボードプランもバレた上に事故らされるという、ね、とんでもないカードですね、これは。モダンのヒムが決まりました。さあ。あ、フェニックス落ちたのはランドと通りの悪霊ですかね。残ったのがアンコウもいない。これ強血鬼すだしするしかないですかね。あ、次、さあ次フェニックスだしできますね。一応強弾ゴブリンの知識はあるんで、あ、そして引いた、アオマナイ引きましたね。もしかしたら事故に見せかけたとか、わかん、あでもそれだとロジックノット構えられないからありえないか。つまり今引いたってことですか。あ、そして器物を今ようやく引きましたね。器物、ね、遅いさあ1枚遅かったそうですね、1枚遅かったですねさあそしてここでゴブの知識をかな。でも差し戻し構えられてる気がするんで、はい、1丸3もせひもやばすぎますね本当に。下振れ上振れありますが、すごいカードですよこれは。全くもうこれちょっと難しいですね。差し戻し構えられてる感じに見えるんで、はい、これはちょっと打ち消しづらい中尾さんから、まあ1マナーというところで、はい、井口さんその辺り意識して今ゴブの知識ではなく燃えた調査を使用したと。でフォロー1をゼロマナーにして差し戻されてももう1回出せるよ、はい、さあこのフォロー1が残ってくれるかですね。この手の運ゲー、まあ、確かにちょっと許容しないというかで言うと微妙なところですが、うん、ただやっぱりちょっと禁止か、禁止どうですかね。目立ったらあるかもしれないですねこのデッキは。今やっぱりちょっと抜けてはいますが、まだ禁止ルベルには至っていないような。あ、うぞうの、おお、うぞうなものは残りました。残りました。でも遠心残落ちちゃったのはちょっと寂しいですね。うつろのもの残して、ああはい。うつろ出してこれロジックノット打てないんで多分通ると思うんですよ。とはいえこれ2枚ですかね。あれボイドサイドにしてません。あ、してますね。あ、春章回しをケアされてますね。やっぱ入れるものないからですかね。稲妻を全て抜いた可能性がありますかね。そうですね、うん、でこれを出して、はい、でこれ起動で一気に出していくと。あとは一応国の力戦を張ることによってエムラクールが墓地に落ちないからライブラリー修復されないというところあるでしょうかね。ライブラリー修復されない墓地に落ちたエムラが残らないみたいな、はい。さあすごいことになってきましたね。これは一瞬にしてこれで2台が中尾さんからすると炙り焼きがサクサクを引けてないと、しかも引いたとしてもフェニックス2体が止まらないということで、ない寿命が結構縮まりました、ね、はい、これはかなり早いですね。4点16、はい、16と
で土地詰まってる可能性が高いんで、これちょっとまずは山を引くしかないと。引けるか。さあこれ山が引けないと。あ、引けてないですか。引けてます。おお、上気候です、上気候、上気候です。相手の師匠あの結構難度ありますね、手札見た感じ。あら、廃墟の力入ったのは、あ、さあ炙り焼きですね。ブラフだったのかな。ブラフですか、わかんないです。さあそして今なんと行くよさん、うつおなものさらに。うわこれさっきから通常どうでいつも引いてますね。スネアあるかな。さあこれは呪文はめスネアありますね。はい、攻撃と、まあ、でもこれだとちょっと黒くが若干寂しい、はい、まあ十分ではあるんですけど、やっぱライフは10ですから、もうもう一桁あげたいかな。さあ4ターン目、あ、来ましたね。これ必殺が、これはこれゆきひろさんに対処できるカードはないんで、対処カードはあるんでしょうか。はい、サイドに入ってなかったら、入ってなかったらどうでしょうか。爆薬とかをケアしてもしかしたら入れているかもしれないですが、さあデッキのカードがとにかく光ってる、もう光ってるカードの中から今めくって積みか、深いですね。これちょっと積んじゃうかもしれないですね。そして出てきましたと。グラッチ1枚くらい入れてるかな、ゆきろさん。どうでしょうか。ただクロックが早いですよね、あの、ミカド像自体の88ですからね。ミカド像自体のクロックが早い。88ですからね。しかも次5マナに到達しますんで、はい、先目の突破の時間も迫ってきてると。ゆきひろさん有利かと思ってましたけど、はい、特にサイド5はすごいですね。一瞬にしてこう予想が外れてしまった。さあ強血鬼が駆けつけてきてるんですけど、対処じゃないということで、グラッチ入れてなかったですね。というわけで待ち続けないく 2.0、 鮮やかでしたね。鮮やかに中尾元彦選手が 2-0 で勝利いたしまして決勝に進みますと。いや強いな、言われるし。